はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は愛知県の看護師正社員3年目26歳の方の給与明細です、えー、仕事内容は患者の看護診療の手伝い必要な資格やスキルが看護師資格で勤務時間が1日8時間残業2時間、えー、収入が年収500万で看護師になりたい方へのまあアドバイスみたいなのはお金がいいが大変 給与明細で、えー、本給が21万3800円、えー、看護職調整手当4000円、地域手当3万2070円、住居手当2万8000円、残業代3万7962円、夜勤手当1万2400円、夜間看護など手当3万5200円で、総支給が36万3432円。 そこかからがが引かれて、て手取り234,305円となっています、えーまあ支給の割に手取り少ないっていう印象なんですけどまあ共済積立金で貯金が月々5万円積み立っていってるのでまあそこまであれですね、えー、実際の手取りは28万4,000円くらいあって、えー、かなりいい方かなって思いますで、えー、まあ今回は看護師の方の給与明細だったんですけど 前日にも看護師の方の給与明細上がってるのでやっぱり比較してみると前日の方ちょっと低かったのかなっていう印象です。はい今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。